はい、格闘宅ニュース、ゾウの雑博です。今回はザ・マッチ2世界対抗戦タケルが主催についてです。もうツイッター上ではちらほら噂にはなってますが、タケル選手が世界対抗戦としてザ・マッチ2を開くということです。これはもう具体的に最新号のゴングでもタケル選手は言っているのですが、日本人立ち技競技を集めた日本対世界版ザ・マッチで行われるということですね。そうですね、架け橋になる選手がいないとそういうのはできないと思うので、これからの実現に向けて頑張りたいと思ってますと具体的に述べてます。そして有名格闘家がツイッターでいろいろとやばいことが起きるとつぶやいているのです。まずタケル選手は今年の夏に1回世界で戦うと明言してます。その後にザ・マッチ2が行われる予定とのことです。これは何かというと、自分だけで戦うのではなくチームを引き入れて戦うと言ってますので、おそらくチームタケルを作り世界に殴り込む、具体的には1に行くと思います。というのも1は今年からルンピニというムエタイの二大殿堂の一つと組んで毎週ワンルンピニーとの合同大会を開催しています。いわゆるムエタイの大会です。ですのでタケル選手としては今のところ軽量級でいうとワンが世界で一番盛んにやってますので、そこと対抗戦をまず初戦としてやりたいのでしょう。そしてそこで顔見せして次に日本に来てザ・マッチ2世界対抗戦をやると思います。まあ、チームタケルですが、さすがに自分の身内で固めると思います。そうなってくると大岩達也選手、木戸選手、松倉選手などになってくると思います。まあ、正直しょぼいメンバーはしょぼいメンバーと思いますが、そこに一応ライズの選手も呼ばないとバランスが取れませんので、鈴木雅彦選手を呼ぶのではないでしょうか。さすがにライズ側としては看板選手は出せないので、鈴木雅彦選手という、まあ、有名で、まあ、王者であり、ただ実は志郎選手にもう2連敗している選手なので少し価値が下がっているので出してもいいという判断ではないでしょうか。そこでチームタケルとしてお茶を濁してザ・マッチ2の宣伝も兼ねていくと思います。でザ・マッチ2日本でやる場合、1側としては日本大会を昔やった時に大こけしたので今回はこけれません。そうなった場合目玉カードがいます。これはもう間違いなく売れるのはタケル VS ロッタンです。逆に言うとこれがないと絶対に売れないでしょう。ですのでタケル VS ロッタンをやり、そしてあとは正直ワンの選手でチケット売れる選手はほとんどいないと思います。おそらくペトロシアン選手がチンゲツアラゴ族選手ぐらいなのでこの選手が出てくるでしょう。ここで対抗できるのはもう階級を次から上げそうなノイリ正明選手とカイト選手です。このタケル、ノイリ、カイト選手の日本トップ選手とロッタン、ペトロシアン、アラゾフが戦うと、これは立ち技ファンとしては見るしかないでしょう。あとはまあ久村兄弟や大崎兄弟やまあ中村カンやチャンヒョンリー選手ですとか、まあまあ原口選手とかで、おそらくキャンピングファイヤー犯罪のアンポンタンルキアなどがここに入ってくると思います。そして世界と日本の架け橋になりたいということでしたので、1、K1、ライズ、シュートボクシング、ノックアウトと有名選手を出し、がっつり対抗戦をワールドカップのような形で何年かに1回やるきっかけをタケル選手が作るのではないでしょうか。やはり海外に行くと MMA とボクシングの知名度はすごいあるのですが、キックボクシングが低いということを実感したそうですので、タケル選手が顔となりキックボクシング業界を世界進出させていくと思います。このようにタケル選手はキック界を背負いザ・マッチを戦い、そして世界に発信していくという非常に格闘技業界に貢献しています。そして我らの吉原の神童那須川ローションもボクシング業界に殴り込み世界王者になってどんどん格闘技業界を盛り上げています。それに引き換え我らの土色サメ肌ナポリタンマチフよりハワイナのデブの朝倉美君は、せっかく格闘技業界のスターにさせてもらったにもかかわらず、しょうもない犯罪者を集めた喧嘩やらせコント豚ダウンで金儲けに走ってしまいました。本当に高低差にキーンとなる思いです。すべてオギチャンネルが悪いでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。日曜日はライブ配信をご覧ください。おそらく UFC の動画速報も出すと思いますのでよろしくお願いします。それではさよなら。